日の企画はくすぐりハーモニカ決勝戦。イエーイ。今回はですね、5段階のレベルを用意しました。イエーイ。1段階目テンテレーテンテレー、苦しい。第2段階はいテレーテレー、なんか尻尾謎の尻尾でございます。パンみたい、ね、パンみたい。じゃあ第3段階、はい、テレーテレーテレー、ブラシ、ブラシ。第5段階、4 第4段階クギルかな、これふぅふぅそれと、びっくりした。第5段階最終兵器が手になってます。イエーイ。やっぱ手とかもう無理じゃない。うん、やっぱ手が一番、うん、うわーそれ、はい、この5段階をその1対1で誰が弱いのかを決めていきたいと思います。イエーイ。一番弱い人が罰ゲームで全員からくすぐられます。それではやっていきたいんですけど、その前にフルポンからお知らせがあります。12月23日土曜日に下北沢エラさんで新体制初のライブがあります。イエーイ。ぜひ来てください。お願いします。それではやっていきましょう。ポンポン。それでは一発目いきたいと思います。言ってなかったんですけど、はい、制限時間が1回につき20秒です。はい、よーいスタート。絶対低くさせたい。はい。もしかして下手だね、多分ね。前は春香と同じ匂い
それゴシゴシしてるだけ。撫で回されてる。マジでゴシゴシ。なんで？なんでやだ。やだ。余裕です余裕。下から入り込むタイプ。強くない？あ、上の中からいい感じで入った。このうねってるのがちょっとエッチいね。確かに。あ、いい感じ。背中洗ってる。なんか顔が険しいね。顔が険しいだけでさ、いけそうなのに。あ、いいんじゃない。いける、前も行け、前も行け、いける、膝も行けるよ、膝も。それ膝いけるよ。あ、あの下が分からへんないんちゃう。そうだよ、ケツケツ。それ閉じられへんじゃん。あはははは。終了。え、ね、強い、ほんとに。強いんだよ。じゃ、ほんとに強いんだよ、これは。うん。ジェットコースター。腰が…あいいよ、いいよ。あ、乗ってる。マイマイ行け、マイマイ行け。いいよ、いいよ。マイマイ行け。もっと鳴らせろ。もっともっと。あれだね、手はダメだ。手はやばい。でも、下手な方。下手な方なんだ。これから行きますわ。絶対弱いと思うよ、前前。前は弱いよ。もうそれが弱そう。なんか煽り方が弱そう。結構我慢してるな。我慢してる。あ、首まだ、あ、首です。困った。困った。弱いから。首です。いけるよ。首だ。首やばい。うらほら。触る前からだもん。もうだって見て、触る前からなんてだもん。首じゃない。弱くなくない？これ、うん、いけるくない？うわー！鳴らしてる。叫び声が鳴らない？あ、やっぱ首が耳首。でも脇こちょこちょしに行くしかない。あ、脇と。あ、ここでした。同じでした。弱いところ見つけちゃう。でも、はるかより焦ってると思う。フルで笑わなかったから、あんまり。そう、確かに。それは強いわ。よし。なんて余裕だ。もちえるわ。煽ってる、煽ってる。煽ってる、煽ってる。煽られてるよ。鼻の中とか。もう痛いやん、絶対に。絶対痛い。ゴシゴシと。え、全然効かないんだけど、この人。どうすればいいの。それ、そこよりなんか、なんか枝それな、わかるわかる。目線絶対こっち行くもんね。えっ、超谷間見ちゃった。お姉さんに責められているよ。お姉さんに責められてるの、いいね。どっち見てるの、兄ちゃん。エロい目で見ないで。おお、え、弱いよ、結構。兄ちゃん、兄ちゃん弱い。私、エロい目で見てる、兄ちゃん。今、兄ちゃんじゃない、広志、53歳。もちもっとエロくしろ、もち。エロく、エロく言ってんの。エロくしろ。ひーちゃんだけ違うゲームになってるって。ひーちゃんゲーム違うって。おかしい、おかしい。ね、おかしい、これブラシなくてもいいじゃん、ひーちゃんも。え、え、どういうこと。俺以外にそうやってやってんの。え、ひろし、よーいさー。
スタート。おお、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、ひいちゃん持っていけ。サトシ？サトシじゃない。めっちゃいい、めっちゃいい。サトシ誰？サトシ誰？このサトシ誰？セクシーって言ったのか。あ、セクシー。サトシ。入れた。あ、やばいやばい。入れたやばい。やばいやばい。もう最初から攻めるところが。違うか。ジョジョにだよね、そういうのはね。いいね。いいよ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 。いいね。なってるなってる。いいね。いいね。いいね。可愛いよ。すごく可愛いね。ね、ちょっと痛いかもね。うまい。そうだね。こんな感じだよ。あ、やだ。あ、でも結構なってるよ。はい、終了。ヒロシすごいな。はい、じゃあみんなくすぐっていったんですけど、はい、最下位はいい、せーので。おめでとう、おめでとう、おめでとう、ということで満場一致ではるかに決まりました。この動画がちょっとでも楽しかったよって思ってくれて、楽しい、ちょっと楽しい。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。